武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、早稲田大学社会科学部の2017年の世界史の勉強について話していきたいと思います。こちらが時間が、60分で配点が40点、となっております。で、他の科目が英語50点の国語40点という形になっています。で、その60分の中で大問が4題、出題されています。で、特徴として、正誤問題が非常に多い、構成と、なっております。で、ここの問題の、特徴としてはですね、結構その大問ごとに範囲が広く出るというか、一つのテーマに対してある程度の時代の流れがあると。で、その中でその地域の、周辺国の、との関連なども出てくるので、割と細かい知識、も問われる、問題が出てくるということですね。なので、その一つの流れの中で出てくる分ですね、当然そのメインとなるテーマに関しては割と優しい問題が多いんですが、ただその中で、通して聞いていく中で細かい知識だったり、またその選択肢の難易度によって難易度が上げられるという問題もあるので、やはりトータルで、難しい問題がそれなりに出てくるという形ですね。で、こういったテーマに対応しようと思ったら、やはりそのどの切り口で出されても、ああこの話かっていうので、そのすぐに通詞で覚えた内容がテーマに沿って整理ができるっていう状況になっていなければいけません。なので、その教科書の最初から最後まで一通り通してるだけじゃなくて、例えば国ごとに立ててまとめたりとか、その周辺国との関係だったりを大きな国をテーマにですね、まとめ直して整理したりっていうことをやっていく必要があると思います。ただ、聞いてくる知識自体は教科書レベルの内容を抑えていれば十分対応できる問題が多いです。中には、これは用語集で調べないと無理では、あるいは用語集でも載ってないよみたいなことが出たりもしますが、そこが理由でその合格点が取れないということはほとんどなくて、実際はその、今言ったようなその、知識の、部分が基礎の部分での不足であったりとか、あとは早稲田 の問題なりしてなくて結局取れてないと、出題形式が難しいから解けないっていう、ことに、なっているケースが多い。あとは年代なんかがうろ覚えだったりですね、要はその知識そのものが完成度が中途半端だったり、まだまだ足りないっていう状況だと、どうしてもその合格点取るのが難しい難易度になっておりますので、まずは完成度を上げるという意識を持ってですね、総計レベルの参考書までを徹底的に完成度を上げていって、細かいところでの取りこぼしをしない、あとはテーマごとの整理だったり、どういうまとめ方で出されてもパッと、ああこういう話かって言って、入れた内容を知識を整理できるようにですね、本棚の整理のような形で、その一個一個の知識を整理整頓して、出た知識でテーマに合わせて適切に選び出していけるという練習をするように心がけてください。以上が世界史の勉強となります。